皆行くぞ。乱世をかけるヤタガラスとなれ。世は戦国、まさに我ら最下の時代が巡り来た。破格の報酬を払い我らとの契約を望む者は多い。だが我らは雇い主を報酬の値で決めはしない。我らの火力は今やそのように軽々しいものではない。まずは見定めよう、彼らの生き様が契約に値するかどうか。行くぞ。一輪を恐れぬ不貞な輩ども、火の力により罰を受ける。卑弥呼様のお告げ通りここまで来たのに声が聞こえなくなっちゃいました。もしもし、卑弥呼様。火の光で目がくらんでいるぞ卑弥呼。全ての事象は我が盤上にある。新たな駒、試してみるには良い機会か。カンナギよ、この秋には光を集め卑弥呼の再来を招く伝説がある。我も一度尊厳廃したく光を集めているとさ。え、本当ですか？それならまたお声が聞けますね。モンスさん、私もお手伝いします。存外使えるとは。いや、我が毛利の兵の話だ。ちょんまげが足りなかった。足利方、我らはあくまで毛利軍、元就様の私兵よ。弱い者いじめも強い者いじめもダメです。火力を一点に集中させて切り崩す。みな、準備はいいな。おう。大丈夫ですかね。さあ、俺の肩に捕まって。なんか悪い方へと転がってってるような。磨きを持てるヤタの相手。最下孫一という砕けぬ弾丸を。うわぁ、やめてください。これは卑弥呼様をお招きするための光です。罰が当たりますよ。皆様みんなにご加護がありますように。最強最強、俺様最強。山本武蔵に敵はねえ。なのおかしいぞ。
お前に費やした弾薬無駄ではないと信じよう。それ棟梁の動きを見て検討しよう。新たな火器の必要性を。お前は道を行く者か。戯れに王に例えるなら八田の王といったところ。負け戦など我が策になし、我が全てを覆してみせよう。我らの弾薬が尽きるとだ。試してみるがいい。あの人さては悪い人です。もう私がズバッと懲らしめてきます。カンナギよ、日輪と卑弥呼に加護じゃない。了解です。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズバババババババーッと振り払っちゃいますよ。お前たちの布陣旧大臣だが改善すべきところは多い。卑弥呼様に代わりお仕置きですよ。手駒にしておいて静着であった。卑弥呼様が孫一姉様は悪い人の仲間になるって。君耳を塞ぎ私を見て、お前の目にはどう映る。もはや駒にもなり得ぬ我が盤上の塵くずよ。卑弥呼様のお名前を語って私を、なんて悪い人。口うるさきカンナギよ。もうううしまへん。あなたのような人にお天道様の力は使わせませんよ。引っ越し召ませ。元成様、雲が日輪を覆い隠してしまいました。これでは大鏡が使えませぬ。何、小娘の仕業だというのか。我が盤上になき行動は慎め、カンナギ。言っても無駄か。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。案ずるな、我らには大将がついておる。あー、晴れちゃいました。また悪だくみですね。私、負けません。ひこめし、ヤタのカラスの鳴き声を。小娘、我と張り合う。最下の砦どもだ。喫水の戦闘民族よ。照らしたまえ、日輪よ。元成様のお力で再び日輪が。そう、ひこ、お前たちそれがしを守らぬか。小高しい寺玉凛。戦場に轟くヤタガラスの鳴き声聞こえたか。体勢に影響なし。だが不愉快だ。寺玉凛。いざ。一輪の加護はどうした。手柄の袋がゴロゴロ横たわっておるわ。さらに弾薬を惜しむな。一気に貫け。おう、寺玉凛。かわいそうに、あんたとっくに絡め取られてるね。僧侶、重心が熱くなりすぎるよう気をつけろ。それがどうした。我が策に陰りなし。寺玉凛。我らがお前に与えよう望む限りの弾幕を。我らは剥がれ
になり、そして折れぬもの。あ、聞こえー、磁場はこれから。羽ばたけ、全部隊突貫せよ。大家として生きることもできよう。この戦を生き延びればな。寺玉凛、あなた悪い子よ。お尻宣伝します。テラタマリン、もう聞こえー、風に風に無の境地にさえ至れば貴殿すら打ち果たせよ。テラタマリン、寺玉凛、もう聞こえい、我らが50人がかりで挑んでも到底及びますまい。寺玉凛、こういう時の作戦は、まあ、そう白旗です。ただ詰め通りにこなす、それ以上も以下もなし。幾百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。貴様らのような駒を最も巧みに打つは我ぞ。駒は駒でも我らの生き様を持つ駒だ。我が秋の地を汚せし罪死してあがなえ。一輪は陰らせぬ、断じて焼け焦げよ。惜しいな、お前の策に血と鉄が通っていない。一輪よ、我をも駒と捨てるか。どうした？かかってこい。今ここで我らを雇いたいと？無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。棟梁、聞かせてほしい。棟梁、聞かせてほしい。我らとの契約に値するのは力の強きものでしょうか？いや、違うな。強きものは我らを道具としてのみ利用する。いずれは我らの力を疎み
そして恐れ、最後には排除しようとするだろう。なるほど、確かに。しかし棟梁、ならば問答は後だ。次の戦が我らを呼んでいる。行くぞ。我らの天命、その流れ着く先、それは定めの地、川真中の島。時は来た、決着をつけようぞ剣心。望むところ、雌雄を決するは今。名高き領有の生き様、敬意を払って見定めよう。我らへの対策を怠った、その愚を恨め。行け雪室、飽き昇ること恋のごとく。恋は滝を昇り、月月と並び。真田の大将、そんな大声出しながら進んだらバレちゃうって。あれは軍心を追い立てる武田の策です。こちらはひとまず陣を取り進めましょうと。このままでは軍心の直れというもの。武田の未来、我らで担うと決めたのだ。勝つのです。失う明日を恐るるなら。お前たちの布陣、旧大軍だが改善すべきところが多い。勘弁してよ。さらに険しき戦の途で乗り越えてきたわ。前線にて力を示す、それが最下の棟梁。これはしたり、無敵の直江兼継ぐに全てを任せてやれ。精進しておるな、武田の相手にふさわしい。剣心様、どうかあの夜に優しき加護。一時の喜びをかみしめろ。その隙をつく、怯えるな。意味がむしゃらなだけだ。すみません。親方様、この雪村キツツキ、イノシシがごとく。思うままにかけ雪村。最下衆ってかっこいいよな。ビシッと決まってるあたりがさ。匂い、みんな死にたがりばかりだ。見えた、上杉が果たす。いざ貫かん。うん、さすがじゃ雪室。戦に生き、戦に散れ、それが名誉。ヤツは呂布だとでも言うのか。みんな、
ただの人よ。次に備えて先方は小休止、警戒は怠るな。死ぬな。今日の戦も皆に死ぬ。俺と永久契約してくれないかな、なんて。上杉殿、お覚悟。それがしを踏み台にした。そこでおやすみなさい、ひな殿。いざ、トラマスネ。はっ。申し訳ございません、親方様。この雪村、虎になれども傷つきとはなれず。よい、ひとまずは下がっておれ雪村。いつか俺も雪。この時を待ちわびたぞ、剣心。魂の暗示は火山。私もお待ちしております。平坦が甘い。粗大なしに戦いなど続けられない。まさに私のうちの毘沙門よ。そろそろ公正に転じる気やもしれん。定番だ。いつから修行のやり直しじゃ。強いな。足を渋むな。俺は無勢の今こそ烈火のごとく侵略せい。気合いじゃ皆の者、あの者に遅れを取るでないぞ。はは。敵を撃ち生きて帰れ。命じることはそれだけよ。敵を知るのはこれからだ。敵だ。お疲れ様でございました主人公。所詮の調子は器持ちだ。俺人は命より重いと言える。反撃など我らは恐れない。ただ戦場を貫くのみ。俺はみんなの剣、みんなは俺の剣。王軍に遅れはある。よし、現状は許容範囲か。陣を整えておきますゆえ、何かあればお戻りを。瞑想の魂。主人公。どうか。ちょっと。見たか。見たか。好きな銃口を選ぶがいい。ただしにその引き金を引こう。我ら相手にどこまで立ち向かえる。
どこまでも突き従う所存。神の攻防においてあれほどの鍛錬を重ねた。無念に染まれ、再開延長。私についてこい。分かっていないな。A 候補は効果が出るように行うものだ。大将みたいに人暴れとはいかないのが辛いとこだね。おいおい、まるでうちらが弱いみたいじゃないか。まだ助かる。急ぎ救い出すんだ。やばいね、これは俺様の出番か。はい、こう名乗りをあげましょう。分身ならぬ剣だ。上杉の剣心。わしは見定めねばな。この狂乱の行く末をも、生き様の潔い者たちを見るは実に爽快じゃ。我らにとっては何よりの賛辞。一生はい、ユニ、俺は無敵の名を得かれ継ぐと。今ここで我らを雇いたいと。無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。棟梁、どうか答えてほしい。川中島に。棟梁、どうか答えてほしい。我らと契約すべきが強き者でないならば。それは弱き者、つまり弱者を守るということでしょうか。いや、それも違うな。力のみを頼む弱き者は最も危険だ。我らの力に酔い、さらなる弱きを虐げるだろう。そのような者に加担しても、我らが得るものはおめえ以外何もない。なるほど、理解しました。では我らが契約すべきは何者か。そうだな、それが分かれば苦労はしない。行くぞ。ここはもらってくぜ。三成様から急げってお達しでね。私は命を受けた。信長様よりこの地を守れと。左近よ、先走る握手ぞ。聞いておらんな。三成様直々の命がよほどに嬉しかったと見える。勝家め、粉ま前にも調子づきよって。私の式など付け焼き場、好きに評すればいい。聞くところによれば、両軍ともまず大将が未熟。一息に攻め立てれば必ずや浮き足立ちましょうぞ。若え柴田の指示を待つな。おのおの地下通路を敵陣用いて応戦するのだ。おっと、俺の博打相手はやらせねえ。左近、こっちも地下通路とやらを使っちまおうよ。よし、今しかねっしょ。どちらさんも
ようこざんすね。あの勢いでは早晩この場に至るだろうな。我らに撃ち抜かれたか。そこにいる。これは敵方とじゃ。押し黙らざるを得ますまい。補給船の確保、維持は戦の基本。最下の戦とで同じだ。サコンメ、まったく敵将に迫るだけが戦ではないのだぞ。まあ、相も変わらずボンクラ扱いされてんのな。ちったら言い返したりとか殴ったりとかしねえの。そんなことお前に気にかけられる言われなどない。お前をかすめた弾丸は背後に続く者を貫くだ。迅速と効率こそ我らの骨頂と知れ。見ておられますか先代。三代目最下孫一を。伏せるなどたやすいはずだ。いやーほらさ、堅苦しいのは向きってことで一つ。そうそう、はったはった。一息つく間もなしか。休めとは聞いていない以上仕方がない。カラスにその身を継いだのダンスであれば当然だ。事の全てが左近のせいとは言えまい。このままでは三成様に申し訳が立たない。私に申し訳が。何だ。すでに許可はいただいている。英語に仕え続ける許可を。白色の雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず射滅しろ。一発の銃弾で流れは変わる。それが戦だ。ん？なんかあっちが騒がしいな。って、三成様！日は沈み、月も沈み、やがて未来が訪れる。その中で暮らす人の子などお構いなし。出番だ主人か。なぜだ、なぜ俺はこんなにも無敵。見たか、三成様のご期待だけは何があっても裏切れぬのだ。怖くねえの。あら、そのお化け的なものとか。この先が奴が再び将として花開くとも思えぬ。信長様も明智殿も何を考えておいでなのか。俺と勝負するまでせいぜい生きってな。くそ、まずくないか三成様。悪いけど今日の俺は赤いちくらい本気だぜ。なんせ三成様じきじきのどでかい命令だけんな。心委ねられる存在か。決して私には得られぬものだ。頼んだ三成様、必ずやり遂げてみせるから。俺があんたにかけたようにあんたも俺にかけてくれ。いいだろ左近、私の信頼だけは決して裏切るな。奴の疲れ衰えるはずだ。この兆しを見逃すな。そうだ。
に舞う門面のごとく捉えどころのない攻めだ。やるねえ、こちらさん。イカ様なしにしちゃ上等じゃねえ。おびより期待などしておらぬか。こうなればいくぞ。勝家をおとりに撤退で。勝家にまだ一騎打ちに興じておるのか。私たちのごとき野草は踏みにじられるだろうが、あなたの背に還元の色が見える。私の思い過ごしであればそれでいいが。どうだ棟梁、久しぶりに射撃の腕を競ってみないか。そうだな。今あんたの瞳には何が映っている。何も見えてねえってんなら、カモン、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。あなたは伊達氏、なぜあなたがここにいる。ま、ただの通りすがりだ。だが随分とピンチじゃねえか。時間稼ぎに来て、逃げるなりなんなり好きにしな。そうだなどとお前らしくない。熱に浮かされたか。手厳しいな三代目。だが俺は正気で本気だ。日の元を改め竜の元、それも面白いかもな。聞こえたぞ。足りるぞ。頂戴した、頂戴した、頂戴した。いいライバルもいるじゃねえか、勝家。じゃあな、頂戴した。光さす明日でまた会おうぜ。友倒れでスカンピンはまずいっしょ。どうだい、まずはお客さんに帰ってもらうってのは。構わない。だがその次はお前の番だ。なんかあんたとは合わせやすいんだよな、勝家。私の動きが単調だとでも言いたいのか。お前こそせいぜい着地の隙をさらさぬよう心がけていろ。あなたのような生き方がなぜ許される、なぜできる。最下へ来るか。それがお前の意志ならば歓迎しよう。戦場こそを住処とし、それが最下だ。我らは死を、苦痛を、何者をも恐れない。撃たれろとは聞いていない。何より、私はチリアクタのまま終わりたくはない。おっと、さすがに紅蓮に染まれ。再開延長、私についてこい。じゃねえや。綺麗にスカンピンだ。何もかもすっちまったよ。
今ここで我らを雇いたいと。無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。我らが求めるは強きでは。鬼島津が。我らが求めるは強きではなく、さりとて弱きでもない。つまり力の有無、強弱ではないということか。そうだ、我らが求めるべきは我らの生き様と根底を同じくする者たち。言うなれば我らと生を共にすることができる者だ。我ら最下と共に生きる者。そうだ、探せ我らの明日とも呼ぶべき存在を。王領、偵察の者が戻りました。やはり待ち伏せされています。相手は織田の伏兵かと。我らの動きがつかまれていたと。御敵魔王織田信長、またしても我らの道を阻むか。しかしよほど我らを警戒していると見える。いや、恐れているのか。どちらでも構わない。我らは弾幕にて問いただすのみ。運のない間の抜けたカラスにな。行くぞ。待ち伏せていた相手から逆に奇襲を受けると。セバタメ、この疫病神のせいに違いない。反論のしようもなく、咎められるのならばただ受け入れましょう。お願いします。申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。標的は魔王の使い番だ。皆、弾薬を惜しむな。おう。至急、本隊に援軍の要請を。バカ、今さら間に合うはずがない。何だと。貴様、我らの指示に逆らうか。あなたがいくらあがこうとも織田の外貨に変わりはない。討伐大将、兵の絶命を確認。あなたの所詮はセミだ。土蜘蛛の巣であがくセミ。おかしい、魔王軍にしては統率が緩い。指揮勝負、
いずれも不足の男が率いているよ。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。消し止められただろ。勝家、早く黄泉の呪しを出さんか。平凡だ主人公。薬病神が招いたは死の女神よもつ暴君方々、覚悟を決められ。黙れ黙れ黙れ。おのれ、織田軍が、魔王軍が、こんなところで没してなるものか。人は怪奇にはなれない、平凡であるしかない。疲労を与えた。そしてここまで。私に尽くす必要などない。逃げるつもりならば私はただ目をつぶる。お前に費やす。勝った弾薬無駄ではないと信じる。奥義隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。魔王の眷属、これが最下の怒りの声だ。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。抵抗か、形だけでもしておくべきか。お前らが50人がかりで挑んでも到底及びますまい。こう焦って突出するな。相手方の思うつもぞ。もうすぐだ。きっともうすぐ本体も。分かっていないな。抵抗とは効果が出るように行うものだ。奴が倒れようともまだそれがしがおる。ルッヘッコーと魔導のを止めはしないが、無意に蹴散らされるだけの未来を望むとはな。劣勢を受け入れろ。それ自体は恥ではない。恐れよ我らを。誇り高き最下の名を。何度より俺の方が強いはずなんだ。銃ではなく弾を操っているかのような自在さだ。戦場に轟くヤタガラスの鳴き声聞こえたか。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。勝家、見えぬのか。この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶ。残る一つ、他の人とは一味も二味も違うと心得よ。三代目孫一、その名にいささかも恥じぬ道様。この隊まで貴様を。我らは鋼しなり、そして折れぬもの。それがしにできることなど何もないではないか。私たちのごとき野草は踏みにじられるためにある。生き延びたければ我らと感化を交えぬことだ。その門があなたにとっての獄門となるだろう。勝家よ、貴様は一体何を。
ている。一斉攻撃を仕掛け、我らの生き様を貫くのだ。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。なぜ私が動かなかったかだと。死にゆく味方を助けろとは命じられていないがゆえ、お前その顔には見覚えがある。先代が撃たれたあの戦場で見かけた男だ。奇襲を許したのは無様としか言いようが、いや失礼、さすがと言うべきか。しかし目的さえ遂げられるのであれば、家庭はどうあろうと構わない。お前の目的、つまり魔王の名家あやか最下主三代目棟梁最下孫一の暗殺。今の私はただその資格。お命頂戴いたす。魔王に刺激されるだけの隙がない。それがお前の生き様か。あなたが死ねば最下は烏合の衆と化す。以降の殲滅は川赤子の手をひねるも同然だろう。棟梁の死が最下の瓦解につながるとでも。我らも随分と見くびられたものだ。信長様に目通りかなった森は、御殿後もあなたは死を目にしていると。魔王の居城安土の地において織田豊臣の両勢力激突の模様。この機に乗じて乗り込みますか棟梁。先代に続き魔王は我らに刺客を放った。もはや魔王は我らの銃弾で滅ぼすのみ。それが誓いだ。それに豊臣は我らへ契約を持ちかけている。見定めるには絶好の機会かもな。よー孫一、こんなところで会うなんて奇遇だね。それとも運命かい。二人はここで恋になんてね。刑事、このカラス。ご託はいい。我らに用向きがあるのだろう。さすが孫一、鋭いね。そう、実は頼みがある。一人
見定めてほしい男がこの地にいるんだ。言いたいことは分かった。だがこれだけの状況だ。時が惜しい。続きは戦場にて聞くとしよう。行くぞ。この国の強き息吹が二つ、いや三つ吹き込んだか。さあたぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼だ。そう思えばホテルが必要。違うかな、魔の友よ。クジャクは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておるか。出遅れたようだな。ゲージ、話してみろ。この戦の勝者が天下に王手をかける。それは誰にも譲れない。そうなんだ。ただこれがちょいとばかり面倒っていうか、まあ厄介なやつでさ。待って、その男、よもや魔王だなどと口走るつもりはないだろう。違う違う、言わない言わない。俺は無敵。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、東照の名のもとに参陣つかまつる。来たな絆の人、ぜひたどり着いてみせてくれ。余は本陣にてまとう。さあ来い友よ。見たか。心しろ、全ての重砲がお前を狙っているぞ。この方が世に勝る未来ないとは限らぬぞ。豊臣が将の意地、我に見せてみよう。かしこまり候。それがしにできることなど何もないではないか。我らの重砲から逃れたければ戦場を去るがいい。信長様の存在こそ今が乱世であることの証明よ。わしは決めた。この両腕を精一杯広げると。所詮は糸竹か。じれたが末に勲を求むるなど知らも多くないぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。徳川、あの裏切り者が、よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今この時に。うろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。打ち手二人の組合など気にさせておけばよい。よい。信長と秀吉殿、そしてまだ見ぬ最の帝、あなた方は紛れもなくこの日の元の英雄だった。我が波動に立ちはだかる者は粉砕あるのに。不安と騒乱があるならば我らこそが無数の指よ。最後に主が勝れば、それで我らの勝利よ。総力をもって世に当たらないが、その豪華に死ぬ。よく言う。恐れ恐怖こそが信長様の象徴なり。覇者であるゆえに覇王なり。魔王帝、何する者ぞ。第六天の恩情ぞ、物を左右へと招かんとす。我は速やかにこの国をまとめ上げねばならぬのだ。俺たちこそ大人、国を思うこの軍こそ官軍だ。愚かな王がもたらす布告、そして強兵、
我が正すはそれのみよ。は？所詮は猿よ、偽りの王よ。良きかな。あえて言う、もう一段上の猛者を置くべきではないかな。粛清の手間も省けた。最下の棟梁か。どうだ、我との契約に応じる気になったか。まだだ。まだ我らはお前を認めていない。お休みの将たる者が不甲斐なし。惑わず臆せず、心の欲するままに行け。世のあった場所はその先だ。わしは果たして彼らの器に並び立てるのか。過去であろうと、未来であろうと、我が拳で掴み砕けぬものなどなし。天地を使い、我が力に屈せよ。新たなるものの杯よ、急ぎ世のもとに参れい。兵の練度が足りておらなんだか。一斉攻撃を仕掛け、我らの生き様を貫くのだ。立て続けに真に去られた、その境地はいかばかりか。お前の波動が我らの道にふさわしいかどうか見定めるとしよう。貴様らが我を見定めるだ。志なき傭兵風情が釣り乗るの。もとより我は貴様らの鉄砲玉など必要ない。邪魔な存在ゆえ手元に置こうとしたまでよ。正直者は話が早くて助かる。では豊臣との交渉はこれにて決裂だな。たかがカラスのくちばし一つ、いかに小づいたところで我の波動がどうなるものぞ。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。相変わらず堅くなだな。いや、それは独りよがりってんだ。貴様こそ才華とつるんで物見遊山か。一国の主ながらのその打尺、見苦しいぞ刑事。孫市、そうだ、お前に頼みがある。わしに徳川に雇われてくれないか。その返答はお前の生き様を見定めてから。わしとお前の絆を確かめる、そういうことだな。お前の言葉で言うならば。分かった、わしはこの拳で全てを語ろう。目をそらさず、しっかりと聞いてくれることを望む。いいだろう、我らもこの火力、用いる銃弾の全てをもって答えよう。孫一、すまないが契約は改めて申し込ませてくれ。わしは今一度己を鍛え直さねばならないようだ。是非もなし。世の城を蝕む小虫どもが踏み潰してくれるのは。撃てる、いや撃たねばならない。今のわしならきっとできる。試みし者、まじし者、そのいずれもが過ちぞ。答え物よ。そうは
ホトトギスをいかんとす。待ちわびたぞ、この時を。魔王織田信長、騒ぐな女。ラッパの目ガラスごときが何事かある。貴様に撃たれた先代最下孫一の無念の忠誠、忘れたとは言わせない。対魔王にも引けを取らない。戦の中で練られてきた我らの武傭兵術、その身で最下を知るがいい。是非もなし。女、よくぞ備えた、よくぞ抜かした。滅せぬもののあるべきか。我らは誓いを果たした、先代よ。魔王、スカイバンからの伝言だ。お前の死は今眼前にあると。スカイバン、あの小娘であるか。世が望むは人々がたぎろう熱き時代、全てのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。孫一、あんたの生き様しっかり見せてもらったよ。ますますあんたに頼みたくなった。この先にいる男はあんたにとって契約に値するのか、その目で見定めてくれないか。頼む孫一。おお、秘術の民とは。これは珍しい客を連れてきてくれたものだな、友よ。ああ、この人はきっとあんたの運命を変える女神になる。お前が我らを見るのではない、我らがお前を見定める。認めよう、お前の生き様を。契約成立だ。我らを使い創世とやらをなすがいい。だが忘れるな、お前が王としての道を誤るのであれば、その時こそ我らの銃弾はお前を貫き打ち砕く。まあ、あのカラスがいればその心配も無用だな。ランス、ほう、随分と気前がいいな。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。